8月21日日曜日に行われました音の和道夏の音楽会の舞台裏について、今日は映像で皆さんにお届けしたいと思います。今回はバイオリンの臼井がナレーションを担当することになりました。よろしくお願いします。今日はね、日曜日なんで、学校とか保育園お休みなんです。みんな現場にお子さんを連れてきています。ちょっと遅れて西島さんと臼井さんがやってきました。楽屋の確認をしております。これめっちゃ楽屋のテーブル汚いんですけど、もうね、誰かもうちょっとちゃんと整理しようやみたいな言い出さへんのかなと思ったんですけど、もう最後までこんな感じでぐっちゃぐちゃでした。で、これは朝やし、もうみんな体が起きてないっていう状態です。これはやっとリハーサルに向けて体を温めているところです。それぞれ体操したり基礎練したり、細かいとこ確認したりしています。さあ、体は温まったんでしょうか。いや、ダウンしてましたね。小沢さんね、めっちゃねマッサージ得意なんですよ。リハーサルが始まりました。細かいところまで念入りにギリギリまで確認しています。さあ、いよいよ本番です。この色鮮やかな衣装はお子さんに目からも耳からも楽しんでもらえるようにみんなで相談して決めた衣装です。さあ、最後までちょっと、あそこのとこあれでよかったっけ、いいねんでちゃうちゃう、それあかんやつやって、あ、そっかそっか、ごめんみたいに確認してます。忘れ物はないですか。ちょっと西島さん、マイク、あ、ごめん忘れてたわ、ごめん危なかった。はい、じゃあ本番みんな頑張りましょう。ちょっと緊張しています。いってらっしゃい。それではここから本番の様子をご覧いただきましょう。2本指を押さえて、1つの指をしっかり押さえて5度上の音を半分押さえるんです。初めて知った。そうするとこういう音が出ます。これじゃあ1本外すといつものバイオリンの音になるんですか。そうです、1本外すと、あ、すごく高い音が出ます。
ちょっと失敗しちゃった、ね、不思議ですね。なんかこうやって小さな楽器でもいろんな出し方が、ね、ちょっと外しただけで音が出ないんですそれは難しそうだよね。そうなんで、それはね、熟練のプロの技ということで精進します。はい地球が回る感じで楽しいコンサートの内容になっております。最後までご覧くださりありがとうございました。最後におまけです。こんなハプニングもあるんですけど、皆さん次のコンサートもぜひ来てください。チャンネル登録高評価もお願いします。